2days、 もう間もなく千秋楽が近づいてきてますので泣かないで泣かないでこの突撃インタビューもどんどんどんと、はい、お送りしていきたいと思っております、はい、お願いします。はい、では今日のゲストの方に登場していただきましょう。どうぞ。ドゥン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 。ミュージカルの、はい、何でしたっけ、ウエストサイドストーリーのガレージでの戦いの場面です。オープニングですね。そうだっけオープニングだからオープニングにはめてきたんじゃないですか。いや、それだけじゃなくてオープニングだっけ。好きだからしてください、まあ、うん、好きだから。 ありがとうございますそういうことです。いや、もうシロさん、ジョージさんですけど、シロさんというね愛称で皆さんから本当にファンも多いですね。愛されてますね。どうした、汗が出ちゃう。いや、ただ暑いと言うね。どうしよう、進まないよ。あの、シロさんね、シロさんはもう何作品出演されてますっけ。私は現内だけ休ませていただきました。あと全部出ております。全部じゃないけども、要するに半分出てきたり半分消えたり。だから今回 52days が11作品なので、はい、10作。そうです、すごいレジェンドですね。はい、本当に、はい、今日は、今日はなんとスペシャルな特技を見せてくださるそうなので、はい、はい、じゃあ早速、はい、お願いしてもよろしいですか。はい、それでは分かりました、はい、私の特技の携帯モーションの中から2つ見ていただこうと思います。場所がちょっと狭いのでやるのに苦労しますけども、そこをこなすのがまた私の醍醐味だと思っておりますので。それで一つはですね、短めにまず楽器の奏者の携帯模写を見ていただきます。それから2つ目がスポーツの選手の携帯模写を見ていただきます。それは少し長く撮らせていただきたいなと思っております。それではバイオリン言っちゃいました。それでは、楽器の携帯模写からいきます。それではここまで短めにやらせていただきました。それでは今度はスポーツのスポーツ選手のアイススケートのスピードを競争するアイススケートの選手のスピードスケートですね、をご覧いただきましょう。まずリンクから外からリンクに入るところからです。ゲートを開けてコースの中を氷を確かめる。そうです、はい、そして着きました、はい、そしたら準備します。帽子をかぶります。説明してなんかやら本当にやりたくないんですけど、場所があれってもんですから、やめました。そしていよいよスタート直前です。リンクの様子を見て緊張します。スタートです。乗ってきました。コーナーに差し掛かります。左手をご覧ください。後ろに巻いて少し戻りながら、まあ、ここまでにしておきましょう。え、ここはゴールとかないんですか。ここまでやってあるんですが、滑って最後汗だく
コーナーなんですけども、はい、ちっともインタビューせずに終わりそうなので、はい、せめて最後はね、はい、まあ、52days、さっきも申し上げましたが千秋楽が近いということなので、はい、ファンの皆様にメッセージをいただきたいなと思います。はい、それでは歌って最後のメッセージにしていきたいと思います。やっぱインタビュー決まるか、はい、これでおしまい、うすらな小事、またの会う日を楽しみに、それでは皆さんごきげんよう。